一つ持ってってください。ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。先月入院する子どもに付き添う家族のもとへお弁当が届けられました。札幌市手稲区にある小児専門の病院です。お弁当を届けたのは綿谷千春さんです。綿谷さんは4年前付き添い入院を経験しました。長女の優希さんが血液のがん急性リンパ性白血病で入院したためです。8ヶ月に及ぶ付き添い生活で直面したのが食事の問題です。病棟内にある売店かコンビニ一択ですよね。買うとなると中に入った人しか多分分かんないと思うんですけど、本当に必要なんですよね。毎食じゃないけど月に何回か届くその人が作った手料理っていうのを本当食べてもらいたいなって思ってますね。綿谷さんの団体によるアンケートでは家族のおよそ 80% がコンビニの弁当などで食事を賄っていたと回答しました。栄養バランスの偏りを訴える声も多く、家族の最低限の健康が守られていないことが分かりました。綿谷さんからお弁当作りを依頼された石綿ひとみさんです。発酵調味料など体に良い食材を使って作った彩りランチボックスです。きっとなんかご苦労されてるんだろうなとか、なんか自分だったらこういうのがいいかなとか、美味しく楽しくこう見てこうわっってなっていただけたら嬉しいなっていう思いで詰め詰めさせていただいてます。綿谷さんは寄付金などを集めながら無償でお弁当を届ける活動を続け、4年目で配達する病院を3カ所まで増やすことができました。お弁当を受け取った母親の中には感謝のあまり涙する人も。毎日レトルト食品で極意つなぐ感じなので、本当にもうすぐ応募しようって思いました。はい、嬉しくて。付き添い入院してると自分の体の健康のこととかまで気が回らないので、もっと広がってくれたら嬉しいだと思います。付き添い家族の環境が変わらなきゃいけないのは多分もちろんなんですけど、とにかく事実を知ってもらうっていうことかなと思います。札幌とか北海道ではうちの団体が付き添い家族の方からの声を直接聞けるので、必要なことはやりたいし、とにかく本当ほっとしてもらいたいっていうのしかないっていうか。厳しい環境に置かれた子どもの付き添い入院、看病を続ける家族へのサポートが求められています。